2.28事件。228事件は、1947年2月28日に、台湾の台北市で発生し、その後台湾全土に広がった、中国国民党政権、外省人、在台中国人による、長期的な白色テロ、すなわち、民衆、当時はまだ、日本国籍を有していた、本省人、台湾人と日本人弾圧、虐殺の引き金となった事件。 1947年2月27日、台北市で闇タバコを販売していた本省人女性に対し、取締りの役人が暴行を加える事件が起きた。これが発端となって、翌2月28日には本省人による視聴者への抗議デモが行われ。しかし、憲兵隊がこれに発砲、抗争はたちまち、台湾全土に広がることとなった。 本省人は多くの地域で一時実験を掌握したが、国民党政府は大陸から援軍を派遣し、武力によりこれを徹底的に鎮圧した。1945年に日本が敗戦した後の台湾には、回路宣言に基づき、連合国軍の委託を受けて、日本軍の武装解除を行うために、 中国大陸から小介析率いる中国国民党政府の官僚や軍人が新中し行政をきついだ当初、少なからぬ本省人が台湾の祖国復帰を喜び、中国大陸から来た国民党政府の官僚や軍人らを港で歓迎したが、やがて彼らの汚職の凄まじさに驚き、失望した。大陸から来た軍人、官僚は、 当時の国境内戦の影響で人格的にも能力的にも精鋭と呼べる人材は大陸の前線に送られており質が悪く強姦、強盗、殺人を犯す者も多かったが犯人が処罰されることがしばしばあったもし罰せられる場合でも犯人の証跡をマスコミ等で報じることは厳しく禁じられたまた台湾の資材が中国人官僚らによって 接種、横領され、上海市の国際市場で競売にかけられるに至り、物資不足に陥った台湾では、相対的に物価は高騰、インフレーションによって、企業の倒産が、相次ぎ、失業も、深刻化した。日本統治時代の台湾では、厳しい同化政策、公民化教育などはあったが、不正は少なく、帝国大学も創設され、インフラストラクチャも整備した。 台湾の経済は日本内一の地方都市を超えて東京市と同じ水準だった。日本の統治を体験した台湾人にとって治安の悪化や役人の著しい汚職、軍人、兵士などの老跡、さらに経済の混乱は到底受け入れがたいものであり、人々の不満は高まっていった。当時の台湾人たちは法理維持在来を歌ったり、犬去りて歌きたる中国語、 意味、犬、日本人がされば、今度は豚、中国人が来た。と揶揄した、犬、日本人はうるさくても、番犬として役に立つが、豚、中国人はただむさぼり食うのみで、役に立たないという意味が込められている。1947年2月27日、台北市で闇タバコを販売していた、女性、林高進、40歳。 二人の小ち家父を中華民国の関係、台湾潜売局台北支局密売取締員6名と警察官4名が摘発した。女性は土下座して許しを懇願したが、取締官は女性を重権の柄で殴出し、商品及び所持金を没収した。戦後の台湾では日本統治時代の潜売制度を引き継ぎ避け、タバコ、砂糖、塩等はすべて、 中華民国によって千倍となっていた。しかし中国大陸ではタバコは自由販売が許されていたため多くの台湾人がこの措置を差別的と考え不満を持っていた。タバコ売りの女性に同情して多くの台湾人が集まった。すると取締官は今度は民衆に威嚇発砲したが全く無関係な台湾人。 人文刑に命中し死亡させた後に逃亡した。この事件をきっかけとし、民衆の中華民国への怒りが爆発した。翌28日には抗議のデモ隊が視聴者へ退去して押しかけたが、中華民国側は強硬姿勢を崩さず、憲兵隊は視聴者の屋上に機関銃を据えて、非武装のデモ隊へ向けて無差別に捜査を行う。多くの市民が殺害され、 傷を負った。この後、国府軍は、台北以外の各地でも台湾人への無差別発砲や処刑を行っている。本省人側は、国民政府に、占拠されている諸施設へ大規模な抗議行動を展開。日本語や台湾語で話しかけ、答えられないものを外省人と認めると暴行するなどの犯行手段を行った。台湾住民の中には日本語が話せないグループも、 いたが、君が代は国家として全ての台湾人が歌えたため、本省人たちは全台湾人共通の合言葉として、君が代を歌い、歌えないもの、外章人を排除しつつ更新した。また、本省人側は、ラジオ放送局を占拠、軍艦マーチと共に日本語で、台湾人よ立ち上がれ、と呼びかけた。劣勢を悟った中華民国の長官府は、一時、 本省人側に対して対話の姿勢を示したが、在台湾行政長官兼警備総司令陳議は、大陸の国民党政府に密かに援軍を要請した。陳は政治的な野望を持っている台湾人が大台湾主義を唱え、台湾人による台湾自治を訴えている台湾人が反乱を起こした、組織的な反乱、独立を企てた反逆行為、関東乱と関東乱に対し、 武力をもって殲滅すべしとの伝報を紹介席に送っている。紹介席は陳議の書簡の内容をのみにし、翌月、第21師団と憲兵隊を大陸から援軍として派遣した。これと連動して陳議の部隊も一斉に反撃を開始した。裁判官、医師、役人をはじめ日本統治時代に高等教育を受けたエリート層が次々と逮捕、投獄。 拷問され、その多くは殺害された。また、国民党軍の一部は、一般市民にも、無差別的な発砲を行っている。キールンでは、街頭にて検問所を設け、市民に対し、北京語をうまく話せない、本省人をすべて逮捕し、針金を、本省人の手に差し込んで縛ってたバネ、ま巻きと称し、トラックに乗せ、そのままキールン港に投げ込んだという。 台湾籍の旧日本軍人や学生の一部は旧日本軍の軍服や装備を身につけて国府軍部隊を迎え撃ち戦った。しかし最後はこれらも制圧され台湾全土が国府軍の支配下に収まった。この事件によって多くの本省人が殺害、処刑され彼らの財産や研究成果の多くが接収されたと言われている。 犠牲者数については800人から10万人まで様々な説があり、正確な犠牲者数を確定しようとする試みは、今も政府、民間双方の間で行われている。1992年、台湾の行政院は、事件の犠牲者数を1万8000から2万8000人とする推計を公表している。事件当時地区ごとに、たびたび発令された戒厳令は、 台湾省政府の成立をもって一旦は解除された。しかしその後、1949年5月19日に改めて発令された、戒厳令は38年後の1987年まで継続し、白色テロと呼ばれる恐怖政治によって多くの台湾人が投獄、処刑される根源となった。また、内外の批判によって、 国民党政府がようやく戒厳令を解除した後も国家安全法によって言論の自由が制限されていた。今日の台湾に近い形の民主化が実現するのは李登輝総統が1992年に刑法を改正し言論の自由が認められてからのことである。事件後、関係者の多くは処刑されるか、身を隠すか、あるいは海外逃亡を企てた。後に、 中華民国総統を務めた、李登輝は留学経験者という知識分子であったため、処刑を恐れて知人格に潜伏し、ほとぼりの冷めるのを待った、外国人初の直木賞受賞作家であり、実業家の救援官は、学生運動のリーダーであったが、当局の目をかいくぐって出港香港を経由して、日本に逃亡した。亡命者の中には、反国民党を掲げたものもあったが、 当時は東西冷戦の時代であり、反国民党イコール親共産党とみなされて、日米ではその主張は理解されなかった。事件収束後も、長らく国民党は知識分子や左翼分子を徹底的に弾圧した白色テロため、この事件については長らく公に発言することはタブーとなっていた。しかし時が経つにつれ、 これを話題にすることができる状況も生まれてくる。当初、国民党は台湾人に高等教育を与えると反乱のもとになると考えていたが、経済建設を進めるにあたって、専門家の必要性が明白となり、方針を転換して、大学の建設を認めた。1989年に公開された、法貢献監督の映画、非常上司は2.28事件を、 直接的に描いた初めての劇映画であった。この映画がベネツィア国際映画祭で金賞を受賞し、2.28事件は世界的に知られることとなった。事件当時の証言や告発をする動きも見られるようになり、政府に対する反逆として定義されていた2.28事件も、現在は自由と民主主義を求める国民的な抵抗運動として公式に、 再評価されるに至りた。台北市には記念公園、資料館が建てられ、被害者を忍んでいる。なお、2.28事件については、当時台湾共産党が中国共産党の指令を受けて、国民党政権を倒すべく民衆の放棄を煽ったとの説もあるが、これに対し、それは、蒋介石が台湾人を虐殺するための口実だったという反論もある。 2006年には2.28事件の最大の責任者は小解析だとする研究結果が発表された。2016年2月17日、台北高等行政法院は外国人犠牲者へ初めて賠償を認める判決を下し、228事件記念基金会中華民国政府から委託を受け事件処理を行う基金に対して犠牲になった。 日本人医の一人に600万台湾円、約2050万円の支払いを命じた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。